現在日本が誇るホームランバッターといえば大谷翔平ですが、一昔前はゴジラこと松井秀喜がその筆頭でした。名門ニューヨークヤンキースで4番を務め、ワールドシリーズでは日本人初となる MVP に輝く活躍。今なおヤンキースファンから愛される選手です。そんな松井を慕い良好な関係を築いていたのがヤンキースのスーパースターであるデレク・ジーターです。松井はジーターの人間性をとても尊敬しており、ジーターも松井を特別な存在と語っていたことがあります。ジーターから見て松井秀喜とはどんな野球選手だったのでしょうか。今回は松井とジーターの関係について迫ります。松井とジーター。ジーターの名が全米中に知れ渡ったのは1996年。前年にメジャーデビューを果たしていた有望株は、遊撃手として開幕スタメンの座をつかむと、初めてレギュラーとして1年を過ごします。157試合に出場し、打率3割1分4厘の好成績を残して満票で新人王を獲得。チームは18年ぶりの世界一に輝きました。ルックスも兼ね備えた貴公子は、低迷を続けていた名門ヤンキースの復活の象徴となります。ヤンキースは1998年から2000年にワールドシリーズ3連覇を達成。黄金期の中心となったのが生え抜きのジーター、マリアノ・リベラ、アンディ・ペティット、ホルヘ・ポサダ、いわゆるコア4と呼ばれるメンバーです。この4人を中心に名門球団は2009年にも世界一に輝きました。引退までにワールドシリーズ優勝5回、オールスター選出14回という記録のほか、通算3465安打、358盗塁、5度のゴールデングラブ賞受賞と、MLB でも屈指の成績を残しています。そしてヤンキースのキャプテンとしてチームを引っ張るリーダーシップは、何かと厳しいニューヨーカーからもザ・キャプテンと呼ばれ、大勢のファンや選手から愛される存在でした。松井や一郎がヤンキースに所属していたこともあり、ジーターを知っている日本人ファンも多く、その関係については多くのファンやメディアが注目していました。そんなジーターを友人として慕っていたのが松井秀喜です。ジーターはかつて松井のことを、秀喜は特別な存在と語っていたことがあり、松井もジーターに対し、一人の選手として尊敬していると発言していたことがあります。ヤンキースで7年間共にプレーした彼らには、どのような友情が芽生えたのでしょうか。ジーターが語る松井。松井は2003年から2009年までの7年間、ヤンキースでジーターと共にプレーしていました。松井が日本から海を渡り、間もなく始まったタンパでのスプリングトレーニング。チームに合流してまだ日が浅く、慣れない様子だった松井を温かく迎えたのがジーターでした。ある日のスプリングトレーニングの練習後、ジーターは、今日マイク・タイソンの試合があるから家に見に来ないか、何も用事がなければ来なよ、待ってるから、と気さくに松井に声をかけます。その誘いに対し松井は、ぜひ行かせてもらうよ、とジーターの家に向かったそうです。当時について松井はこのように振り返っています。ジーターは新しい環境の中で不安だろうと私を気遣い、早くチームに馴染めるように誘ってくれたのだと思います。そんな優しさが彼の人柄の素晴らしさに触れた最初の思い出です。当時イチローがすでに活躍していたとはいえ、今ほど日本人がメジャーに挑戦する時代ではありませんでした。松井の中にも相当な不安があったと思います。そんな中、松井をチームに馴染めるように声をかけてくれたジーターの存在、松井の不安は少しずつ消えていったのではないでしょうか。この日以来、2人は親友として関係を築き上げてきました。ジーターは独身時代に松井と同じマンションで生活していたようで、プライベートを一緒に過ごすこともあったそうです。食事を共にするだけでなく、ホームパーティーにも参加するなど、非常に良好な関係を維持していました。そのためジーターは多くの場面で松井に対しリスペクトであふれるコメントを残しています。松井が引退を表明した際には、長年にわたってヤンキースでは数多くのチームメートとプレーしてきたが、秀喜は特別な存在となる一人だ、とコメント。
2009年のワールドシリーズ制覇の立役者だったと称えています。2012年、所属球団が決まっていなかった松井は一時ヤンキースへの復帰が濃厚と言われていましたが、ヤンキースは左の DH 兼外野手として39歳のラウル・イバネスと契約。松井が再びヤンキースと契約することはなくなりました。この際、ヤンキースの顔であるジーターは納得がいかない様子を隠さず、このようにコメントしています。イバネスがどうのとか、球団の決断がどうのとかについては俺は言うべき立場ではない。だが秀樹が置かれている状況は全く理解できない。彼は今でも素晴らしい選手だ。実際昨年の後半戦はしっかり打っている。秀樹に仕事を与えられないのは MLB の恥だ。俺はまた一緒にプレーしたい。今まで多くのチームメートに恵まれたが、中でも奴はお気に入りの選手だ。グッドラックとしか言いようがないが、すぐに仕事は見つかるよ。日本のファンも心配だろうけど、大丈夫だと伝えてほしい。松井の実力を認めているからこそ、所属球団が決まらない状況に納得がいかなかったのでしょう。残念ながら松井がヤンキースに復帰することはありませんでしたが、ジーターからまた一緒にプレーしたいと思われていることは素晴らしいですよね。また2013年7月28日にヤンキーススタジアムで松井の引退セレモニーが開かれた際にも心温まる出来事がありました。この年、度重なる負傷に苦しんでいたジーターは松井の引退セレモニーの日に戦線復帰。まさに奇跡的なタイミングでした。そしてセレモニー直後の最初の打席、ジーターはシーズン1号ホームランを放ちます。スタジアムはスタンディングオベーションに包まれましたが、試合後に会見に現れたキャプテンは質問を遮ってこのように切り出します。質問に答える前に言わせてほしい。今日は松井デーだ。その日に自分がここにいることは大変に名誉なことだったし、とても幸せだった。復帰まで苦しい思いをたくさんしてきたにもかかわらず、自分のことは二の次で松井へ称賛を送ります。そして最後にこのように語ります。彼はここに来た時、ゴジラと呼ばれてホームラン打者としてやってきた。でも実際は状況に応じた打撃ができる打者だった。一番すごいのは決して言い訳をしなかったことだ。故障のことも口にせず、プレーすることに毎日感謝していた。彼は常に大好きなチームメイトの一人だ。これからもね。松井が常にチームのためにバッティングをしてきたこと、そして言い訳をせずにプレーしてきたことに触れ、大好きなチームメイトの一人だと称賛。ジーターが松井のことを一人の野球選手として尊敬し信頼していることが十分に伝わってきます。このキャプテンの言葉に対し、松井も嬉しそうに言葉を返します。僕にとっても彼は最も尊敬できる選手だったし、その選手からそう言ってもらえることがプレイヤーとしては最高の幸せ。僕からも彼に同じ言葉を戻したい。本当にお互い尊敬し合っていることが伝わります。松井が語るジーター。松井に対し最大限のリスペクトを示しているジーター。一方で松井はジーターについてどのように感じているのでしょうか。ジーターの人間性について松井はこのように語っています。私がジーターに抱く印象は、最初の出会いから現在に至るまで全く変わることがありません。それはジーターは誰に対しても気持ちよく接し、相手に不快な思いを絶対にさせないということです。彼と接する機会が増え、知れば知るほどその印象は確かなものになっていきました。そしてジーターがクラブハウスでメディア取材を受けている際、いつも記者が最後の一人になるまで質問に真摯に答えていたことに触れ、実は私も高校を出て読売巨人軍に入った時、メディアの向こうにファンがいるからちゃんと対応しなさいと教育されました。取材対応は仕事の一部で、嘘をつくことなく正直に答えなさいと。ある意味当たり前のことです。どんな質問であろうと聞かれればちゃんと答えますし、つまらない質問でも同じ質問を繰り返されても、相手も仕事なのだからメディアの人を尊重して時間を作ることが私自身も自然と身についていました。だからジーターの取材対応を見ていて、僭越ながらとても共感を抱くことが多かったです。
と語り、自身と同じ価値観で行動をしているジーターに対し深い共感と尊敬があったことを明かしています。またジーターは現役を引退した後、松井の故郷石川県まで訪れたことがありました。その出来事について松井は、ジーターはこの思い出を、私は友人の松井秀喜と彼の故郷を旅し素晴らしい時間を一緒に過ごしましたと書いてくれていましたが、私にとっても生涯忘れられない彼との貴重な思い出となったのですと語り、ジーターという人間の素晴らしさについて改めて感謝を示しています。ジーターも日本に訪れたことは貴重な体験だったと振り返り、このように感謝を口にしています。私は友人の松井秀喜と彼の故郷を旅し素晴らしい時間を一緒に過ごしました。この旅で一番の思い出は、秀樹のにじみ出る人間性に触れた時のことです。彼の両親とランチを食べたり、いろいろな会話をしながら金沢の街を散策しました。彼と一緒にありきたりな時間を過ごしました。でもそこに大きな意味があったのです。秀樹とは何年来ものチームメートであり、皆さん同様彼が選手としてどれほどすごいかよく理解しているつもりです。彼はたった一振りで5万人もの観衆を熱狂させてきました。そう、彼はスーパーヒーローなのです。しかし一人の人間でもあるのです。あの旅は秀樹という人間を違った側面から知る機会になりました。コメント一つ一つから松井に対し尊敬と信頼を抱いていることが伝わります。ヤンキースを支えた両者の素晴らしい友情エピソードには本当に心が温まりますね。両者の友情がこれからも続いていくことを願っています。松井が活躍した2009年以来、世界一の座から遠ざかっているニューヨークヤンキース、今季はアメリカンリーグ新記録の62本のホームランを放ったアーロン・ジャッジが活躍するも、ポストシーズンで敗退してしまい世界一を逃してしまいました。現在はヤンキース GM 付き特別アドバイザーとして活躍している松井、主にマイナーリーグの巡回やマイナー選手の指導、リサーチなどを行っています。ジーターはマーリンズの CEO に就任するも、22年3月に辞任しており、その後の動向はつかめていません。いつか松井とジーターの両者がヤンキースのコーチや監督として復帰し協力する日が来るかもしれません。そんな日を楽しみにしながらこの動画を締めたいと思います。最後までご覧いただきありがとうございました。今後もプロ野球の動画をどんどん出していきますので、高評価とチャンネル登録をよろしくお願いいたします。